い、ということで今回なんですけれども、はい、九州出張車中泊引き続いておりまして、そうですね、先日までは佐賀県の熊野川温泉というところに、うん、車中泊をして、そこからロケハン行ったりとかお仕事をしてたんですけど、はい、今回は先日ご応募いただいた中山牧場さんというところに、はい、今回お邪魔をしてきました。そうですね、はい、はい、その町が玄海町という町なんですけど、はいはい、で今回そのご縁でつながったということで、その町のね PR 動画というかっていうところもちょっとお仕事として撮らせていただいたりとか、はい、っていうところで、昨日やってきました。はい、はい、で今回来てみたらもう凄まじい町ということが判明しまして、はい、ご飯も美味しい、温泉も美味しい、車中泊スポットも絶景、温泉も美味しい。カオリンぐらいじゃない、食べちゃったりするのご飯もね美味しい、温泉も気持ちいい、車中泊スポットも絶景っていう、もう車中泊をする人にとってもう全て揃った完璧な場所、はい、そうですだなっていう風に私たち思いまして、で今回そちらをねもうまるっとレポートしております。何が最高なのかね。そう、はい、それではご覧ください。どうぞ。初めてだね。しかも今回は牧場さんからご応募いただいて、そうそう、佐賀牛、佐賀牛だね。佐賀で、しかもキャンプ場とか、RV パークとかね、結構あるっていう、そういうのもやられてると、何この景色、やばすごいね、すげえ。着きました、ここですよ。ここですね、うん、うわすごい牛、牛いる、すごい。やば。すごいやばいね。ちょっともう胸がいっぱい。行きましょうか。行きましょう。お邪魔します。おお。すごい刺しが。イチボもすごいよ。イチボ赤身だよね、明らかにね。うわ絶対美味しいじゃんこんな。カメラ回ってます、ね。あ、大丈夫です。社長になります。頂戴いたします。中山です。51、2年目くらいに創立なんですけど、もともと牛飼いから始まって、で牛を飼っていく中で自分たちで育ったのを自分たちで売っていこうということで、こっちの直売所ができて。なるほど。今まではもう自分そっちが育てた牛しか販売してなかったんですけど、周りの仲間の牛も販売していこうということで、今佐賀県の中でも JA 唐津の牛をもうメインでどんどん販売していってるっていうような感じです。いろいろとやっぱこういうコロナだからこそできることっていっぱいあると思うんで、いい方向で今なんかちょっとずつやってますね。じゃあひとまず、はい、近場の RV パークをご紹介いただけると。そうですね。でここ棚田じゃん。あ、棚田、うわすごっ。えってことはもう完全に今コースが決まったよ。牧場の直売所で肉を買う、はいはいはい、棚田を見る、そうだね、玄海パレアに行く、はい、で温泉に入ってお肉を車中飯で食べて寝る、完璧じゃない。あ、本当だ、ここ橋渡ってこっちが、うんうん、あ向こう島だよ。あーそういうことか。ここもうだ、あー本当だ、ね、うわーうわー、こんないいとこ、えやばくない？すごいね。じゃあお邪魔します。失礼します。毎日毎日、すげー、ありがとうございます。採れたての野菜が置いてある。温泉からもこの眺めが見えるような作り、絶景だけどね。もともとこのタレ屋さん自体が
と客足が伸びなかったっていうことがあって、それでまたコロナかっていうことになって、さらに客足が遠のいてしまってて、私も玄海町育ち生まれて育ってきたんですけど、もう町自体も客足が遠い、足が遠のいてということで、4月1日から中山牧場が指定管理として、あのこのパレア の経営に取り組ませていってもらってます。大変って言ったら何でも大変なんで、やっぱり逆に 大変さをこう、まあ、とにかく、まあ、自分たちでやっぱこう一つずつ前に進まないと、コロナのせいにしようっても始まらない。お食事楽しみ。こんにちは。すごい。カレー。海丼です。カンパチとタイ。美味しそう。すごい。食べてください。すごい。めっちゃお肉入ってる。うん。うん、やばい、めっちゃ美味しい。お肉ほろほろ、うん、美味しかった、うん、魚が透けてた。なんか今が時期だよ、ちょっと今が旬だね。ちょうど見れる。どこでも止めていいという。そうだね。入り江ってどこね。入ろっか。なかなかこういうところで家族風呂ついてるの少ない。そうだね。どう？なんか広そうだよ。めっちゃ広い。おお、いいじゃん。でかっ、すごいでかい、めっちゃ広い、すごい、ね、いいじゃん、ね、優しい、めっちゃいい家だったね。めっちゃ良かったね。超ゆっくりしちゃった、ね、であとお肉食べて寝るだけ。そうだ、ね、確かにここやっぱすごいね。すごい、もう海が真っ暗だね。もう素敵すぎるね。素敵すぎる、素敵すぎる。今日はちょっとたんまり食料をいただいてしまったので、今日はこれでもう車中飯ですよ。だから今日は佐賀牛をステーキにしたいんだけど、ホットサンドメーカーでステーキにする。なるほどね。そうと思って。ああ、いいじゃん。ホットサンドメーカーってこう両面焼けるから短時間でいい感じになると思うんだよ。しっかりね、焼けると。でしかも油も跳ねないじゃん。確かに。そう、あ、これめっちゃいいじゃん、車中泊に。だからちょっとやってみようと思って。いい、全然やってみよう。持ってきたの今回。で一応今回持ってきたホットサンドメーカーはリコルテで、こういう感じ、網やみになってる。網やみのね。そうってことはお肉もなんか網やみになるの。そうそうだよね。え、すごいいいじゃんそれ、うん、なんかグリルっぽくてさ。そうそう。で、あとね、これ裏側がね、ゴムついてるから。あ、そうだね。そう、正直ね、机とかに出しっぱとかでも別にね、うん、全然大丈夫だと思う。落ちません、うん、で、今回の食料は、食料はいただいたおむすび。おむすび。おむすび超嬉しくない？超嬉しい、超嬉しい。なんかご飯炊かなくていいなと思って、うん、しかもおむすび大好き。そうだね。うん。でしかもこれ今日見た棚田、うんうんうん、の棚田綺麗だったね。そう、撮影してお米、まあ、これもちょっといただいちゃったけど、それのお米らしいので。なるほどね。あそこで作られたお米ですね。やばい。最後は、最後というかメインディッシュ、はいはいはい、これですよ。メインディッシュはこのね、なんか包み方もなんかいい。あ、ちょうど溶けてる感じする。うわ、すごいすごいすごい、佐賀牛の、やばいね、佐賀牛のオンパレード。これがまず、うん、社長さんおすすめのハンバーグ。ハンバーグね、うん、
でこれが、うん、ヒレでこれがヒレ肉ね、ヒレ肉結構分厚いもん、はい、めちゃめちゃいいじゃん、ね、で最後この座布団、やばそうなやつね、やばそうなやつ座布団、そうということで、はい、まあ一個ずつ焼いて、うん、ご飯食べながら焼いてみたいな、そうだね、ちょっと焼肉スタイルだね、それがいい、それがいい、今日はフェデカセットでいきますよ、はい、じゃあお願いします、一発目、はい、いこうか、うん、でも普通に乗せます、うん、もうすごいぴったりじゃんぴったり、ちょっとはみ出す、まあでもぴったりだよ、ぴったりだね、ぴったりぴったり、うん、うわ、刺しが、刺しがすごい、刺しがすごい、これもう油が溶けてるもんね、ほんと音がすごいね、なのに油も跳ねないという ね、 そうね、素晴らしいね、素晴らしい、すごい、めっちゃいい匂いするんだけど、めっちゃいい匂いする、今日も霧島、白霧島、結構美味しいんだ、はい、美味しいよ、すごい、いろんなシュワシュワ音がする ね、 ね、はい、お願いします、オープン、おお、できてるできてる、よいしょ、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じだね、はい、よいしょ、うわ、めっちゃやばい、いい感じ、うん、ほらほら、おお、いいじゃん、めっちゃいい、うん、すごいちょうどいい、ミディアムレアぐらいかな、これは、そうだね、うん、うわ、なにこれ、フェデカと相性良すぎでしょ確かに、じゃあ、お疲れ様です、あ、ちょ、お肉から食べて、お肉いただきます、お肉、うん、おいしい、お肉、うわ、すごいすごい、うわ、お肉やばいでしょ、いただきます、うわ、うん、うわ、舌で潰せるぐらい、うん、そうそうそう、全然噛まない、てらーん、うまそう、やばい、うまそう、やばい、超いい感じに焼けてるじゃん、うまそう、うわ、うわ、なんかローストビーフみたいになってんじゃん、やばいね、火の通り方が良すぎるよ、うわ、幸せだわ、じゃじゃーん、はい、じゃあ食べていこうか、うわ、これやばいね、うん、うわ、なんか赤身なのにさっぱりした油がじわって、うん、でも噛むとすごい赤身感がすごい、これ車中泊でステーキ食べれると思わなかった、うん、お、いい感じ、おお、めっちゃハンバーグ、ハンバーグになったね、うん、ハンバーグだ、すごい、やばい、これはすごい、これはね、絶対美味しいよね、うん、今回は中までちゃんと通ってる、通っております、通ってる、あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ね、美味しそう、うわ、すごい、うわ、めっちゃうま、うん、めっちゃうま、うわ、これうまいわ、うわ、これ美味しい、うん、幸せすぎ、うん、すごい、ここはね、楽園、うん、これね、車中泊のね、聖地だよ、ここは、ほんとに、うん、はぁ、あ、ちょっとお腹いっぱい、もうね、感無量、うん、じゃあ、ごちそうさまでした、では、ごちそうさまでした、はい、サンキュー、はい、うわ、いいわ、この車内で、車内で歯磨き、うん、今日も一日お疲れ様でした、はい、おやすみ、うん、おやすみ、よいしょ、うん、はあ、おはようございます、めっちゃ綺麗じゃない、あ、ほんとだ、めっちゃ綺麗、うわ、すごい、すごい、うわ、目覚めるわ、この綺麗さ、開ける、開けるか、ちょっと開けようよ、ちょっと開けてみるわ、うん、おお、じゃあ今日も忙しいんで頑張りましょうか、頑張りましょう、
はい、ということで今回なんですけれども、最高のロケーションで、最高の車中泊したよという動画でございました。はい、もう本当にね、車中泊をする人にとっては完璧、完璧ですねと私たちは、はい、あの主観では思うっていうでも本当にあのいろいろ、うん、あの僕らも旅をしたりとかね、いろいろ行ったりしてきたんですけれども、うん、あのこんなにいろいろ揃ってるところってなかなか出会えないなっていう、連会長に来させていただく道中とかも、うんうん、いきなりねあの開けて、そうだね、で海が見えて、ね、で山と島とね、いろいろこう見えた時に、うん、うわここも間違いないなっていう、もう2人でめちゃくちゃ感動したんですよ、うん、ご飯、温泉、場所にを重視してる方にはぜひぜひおすすめの場所になっております。はい、はい、まあ、今後あの駐車場もちょっとこう整備をして、ね、今 RV パークが2区間あるんですけど、まあ、もうちょっとこう拡大して、うん、あのリーズナブルな値段で泊まれるようにされる予定ということなので、はい、まあ、もし興味がある方はぜひぜひ調べてみてください。はい、はい、ということで今日は私たちも限界町でその PR 動画の続きをちょっとそろっと撮ってきます。はい、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。お願いします。ではまた。